はい、台風15号今回は雨に警戒が必要です。まず現在の雨の状況から見ていきましょう。 台風の中心は今このあたりですね静岡県ここにあります紀伊半島四国の間の会場にあるものと思われます今日は三重県や愛知県で激しい雨が続いていましたで現在はと言いますとその雨のエリアが少し東へとずれてきまして静岡県西部と中部は今広い範囲で雨が降り出していますところどころ赤や黄色の表示土砂降りのところも出てきているようです では今後の雨の予想動きで見ていきましょう雨の中心が静岡県に移ってきますこの後夜遅くになりますと広い範囲で雨足が強まりそうですバケツをひっくり返したように降るところも出てくるでしょう夜の間中強い降り方が続き明日の朝になっても広い範囲で雨が降っていることが予想されます 昼過ぎ以降は西から次第に止んできますが、東部と伊豆では夕方にかけて雨が続くところがありそうです。明日にかけて雨の降る量も多くなってきそうです。予想される雨の量ですけれども、多いところ西部と中部250ミリ、東部と伊豆は200ミリとなりそうです。 雨量の分布を見てみますと、赤色が150ミリ以上、紫色が200ミリ以上が予想されまして、山間部を中心に多くなりそうなんですが、県内全体でまとまった雨となりそうです。今夜から明日にからににけてて強まる雨に警戒してください